はい、おはようございます。おはようからお休みまで美と健康を追求しながらもやっぱり男らしさを一番大事にしたい AMS ジャパンです。今日もです。さあ今日もですね、いろんなものを緊急突撃ぶち込んで飲んでいくキンキンシリーズ、これをねやっていきましょう。よろしくお願いします。さあ今日冒頭はですね、神コメントのみきまろさんからでしたね。これは DHC セッション IPA っていうビール、インディアペールエールですね。それをぶっ決めてる動画にくれてる分ですね。自己紹介ネタ提供嬉しいっすよね。おはようからお休みまで美と健康を追求しながらもやっぱり男らしさを一番大事にした AMS ジャペン来た言ってくれてますね。そろそろやめた方がいいですかとも言ってますね。言ってますね。みきまろさんはですね、特にこうビールが大好きとかね、お酒に強いってわけじゃないんですけども、しっかりねこう僕のビール動画もね見てくれてコメントくれるんですよ。本当にいつもありがとうございます。さあということで今日も喋ったんでね、喉乾きましたね。ビールぶっ切れていきましょう。さあ今日飲んでいくのはこちらですね、買ってきましたベルギービールのデュベルトリプルホップってやつです。これはですね、デュベルっていうまあビール有名なんですけど、 YouTube 始めて初期の頃3年前ぐらいにですね、まあ、1回動画したことあるんですけど、その過去に飲んだデュベルの姉妹品がこれってことで、裏ちょっとね横長で写真が撮りづらくて、まあ、一応貼っときますけども、写真に写ってない部分でデュベルよりもアクセントの効いた香りと苦味が特徴な分がこれらしくて、まあ、このビールの説明が長々とこう書いてるんですけども、まあ、その下ですね、アルコール分 9.5% っすよ。結構強いな、やばいな。さあベルギービール好きなんですよ、まあ、ぶっ決めていきますかね。よし、さあ今日もキンキンに凍ったジョッキ登場。出た、強そう。ジョッキしか勝たん。テンションなるわ。いきましょう。9.5% はえぐいでしょう。ちょっと今日はね2口ぐらいに分けて飲んでみようと思うんですが、味わって飲んでみたいっていうのもやっぱりあるんですよね。泡が多くなりやがったな、ミスったな。泡立ちがねいいんですよ、なんかベルギービールって。うわ、こんなに丁寧についたのに。マジか、ちょうどいっか。一回これガブッといって残りをガブッといきますか。匂い、これめちゃくちゃうまそう。やばい、こんな色してますね。ちょっと薄めなんですけども、アルコール分 9.5%。 さあ飲み応えありそうですね。ぶっ決めていきますかね。ベルギービールのデュベルトリプルホップですね。いただきます。いってきます。乾杯。薄いと思うけど、飲みやすいんだけど、スワーッとこうなんかもう刺さるぐらいにアルコールがブワッときますね。芯があるっていうか、うわこれ男前だな。うわあ結構熱いわ。やっぱ 9.5% すごいな。色の感じとね、口当たりはものすごい飲みやすいんですけど、これはすごいな。ガツンときますね。味もいいな、香りもいいな。これやばいな。さあラスト飲み切りましょうかね。乾杯。お疲れ様でした。ガブ飲みされました。今日のやつですね、デュベルですね。これね前回飲んだやつの味あんま覚えてないんですけど、またそっちもね飲んでみたくなるぐらいね、今日のこのトリプルホップめっちゃ美味しかったですね。 9.5% ってアルコール分高めですけど、色のまあ見た目の感じと飲んだ口当たりはね優しいっていうかね、こうスーッと入るんで、めちゃくちゃ飲みやすいビールかなと思ったんですけど、やっぱり 9.5% ですよ。ここもうズドンとくるんで、これをねパカパカいっちゃうとね酔っ払うかなって感じがありましたね。まあ、なんですけどこのビールですね、飲み終わった後ですね、こう飲めて嬉しいってそんな気持ちになったんで、もしですね飲んでみたくなった、気になった方でしたら、ぜひね試してみてください。さあ最後に次回告知、明日ですね、こちら行きましょう。サントリーさんから出てるビアボールですね。
これがね、アルコール分 16% の割って飲むビールなんですけど、1ヶ月前ぐらいにですね、チャンネル登録者5000人突破記念で初めてまあライブやったんですけど、その時に飲んだんですけど、このビールのリクエストも入ってて、そのコメント紹介とかもできてないんで、しっかりね、動画を作ろうと思ってました。それをね、明日やっていこうと思ってるんで、よかったら次回の動画もぜひご視聴します。はい、では本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。ベルギービールでやっぱりうまいわ。オーライさんです。